にちは、シエルです。今日はマジックの仕事があって、でさっき帰ってきてね、もう夜中なんですけど、明日フラリッシュの撮影をする予定で、その撮影に向けて写真映えしそうなトランプをちょっと探したいなと思ったので、今日はちょっと家にあるトランプをガサッと今集めてきたので、その中からフラリッシュ映えしそうなトランプをちょっと見つけていきたいなと思います。はい、じゃあちょっとまあ並べていこう。はい、ではこの中から写真映えそうなトランプを探していきたいと思います。気になるのこっちを置いてきます。はい、ということで気になるのを出したらこんな多くなったので、ちょっとここからさらに絞ります。何か、何か、何か、これないの、これないの。減った？まあ、ちょっとこの辺りは使いたいかな、個人的に。このトランプね、さっき開けたばっかりなんだけど、阿部さんがラスベガスで買ってきてくれたもので、すごいの、箱の、わかるかな、箱の中キラキラで、トランプキラキラなんだよね。キラキラなのわかるかな。マークとすりゃ普通なんだけど、これ持ってきます。はい、ジャスパースディック、かわいいね。これ何がかわいいってさ、このピンクと黄色なんだよ。もうこれこそあれだよ、私メテオさんのさインスタとか見てちょっとフラリッシュやりたいなと思って。はい、メテオリックボリューム2みたいなやつ、テレサなんちゃらかんちゃら。はい、これも綺麗だね。バイナリー、これもフラリッシュに買ったんだよね。これはね、絶対持っていきたいと思ってた、エッジプレイングカーツ。これを使ってるね、女性のカーディストリーさんいるんだけど、それですごく欲しくなってる。オレンジの柄物のロストワックスチェリーカジノ、うん、これもキラキラ、マディソンのトランプ。これめっちゃカラフルなやつ、わかる？一枚一枚が全部色違うの、すごい綺麗なんだよ。うん、そうそう、すごい可愛いやつ。これもマディソン、紫が可愛い色なんだよ。はい、ね、綺麗だよね。ノックスポーツ、これはもうシンプルで発色が綺麗なので、ちょっとこれを持ってきたいですね。5個ぐらいに選ぼうと思ったんだけど、こんな多くなっちゃった。はい、ということで、まぁ、ちょっと使うかわからないんですけど、この辺りを持ってね、ちょっと撮影しに行こうかと思います。フラリッシュやる方で、なんかトランプ探してる方の参考になれば嬉しいです。はい、ということで、今日も動画見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ほっ。